生卵あるでしょ、思いっきり握っても潰れないのしてました。おーってすることによって外の力が中に行くけども、中からも返そうとする力があるから割れないんですって。ちょっとやってみますね。これ握るでしょ、握ってこれで、あ、割れた、あんなみたい、あんなみたい、何をしたいかと言いますと、夏場になると冷蔵庫にめんつゆが入ってると、でみんな間違えて麦茶やと思って飲んだらそれがめんつゆやったっていうオチがあるじゃないですか。お茶とね、めんつゆなわけですよ。見分けがつくんじゃないのと思って、今回やってみたいのは麦茶とめんつゆを見分けたいと思います。めんつゆをですね、うちの奥さんに作ってもらってますので、それを今から持ってきてチャレンジしたいと思います。それでは作ったお茶とめんつゆを持ってきました。どうですか？似てるよね。ちょっと恐ろしいぐらい似てるよね。これ何で見分けつけたらいいんやろ。いや、まあけどね、見分けつけれるって言ったんはボンシュールやから間違うはずがないって豪語してたから、分からん。いやいや、分からんじゃない、分かるよ分かるよ、どっちか分かるよ。一緒やん。これどちらにしようかな、天の神様の言う通り、こっちにしよう。当てずっぽじゃないです、ちゃんと考えました。この子が間違いなくお茶です。匂いでね、したがんから、もうこれで、これはお茶です、お茶確定ということです。じゃあいただきます。めんつゆやったわめんつゆ、こっちがお茶やったよ。こっちもめんつゆやないか奥さん、ちょっと奥さん、どっちもめんつゆ。これで、あ、割れた、あんなみたい、めんつゆやった、めんつゆ、こっちがお茶やったよ。